に全く侵食されていない。作られたばかりじゃないとすると天教術が使われている。アバロストの調律時代の遺跡だな。そう、ここは水の試練神殿ルーフェル。同志の来訪は久しぶりだな。同志のスレイです。主神のライラと申します。あなたは水の五大神アメノチ様の。アメノチ様に仕える五宝天族アウトルだ。早速だけど、水の秘力を授けてもらうにはどうすれば。どこで俺の剣はだから下がれ。なになになに剣。上に何かいる。氷魔アシュラだ。アシュラ、怒りを糧に永遠に戦い続けると言われる強力な氷魔ですわね。そいつを沈めるのが試練。いいや、気力を与える条件は彼が氷魔になった理由を明らかにすることだ。単に浄化するんじゃなく理由を探れと。同志ならわかるだろ、その重要さが。はい。大変さもね。だから試練なのだよ。健闘を祈る。水の試練、僕の番。大丈夫ですわ、痛くありませんから。そういう心配はしてないよ。何なんだ、目みたいなあの彫像は。みたいじゃなく、目なんだ。こんな術が生きてるなんて。近づいても離れても脅威。つまりどうすればいい。そんなもの自分で考えなさい。
って同志の日記？しかも天族と出会って同志になった人の一刀両断。コエズメイド。なんだか形容がしづらい。あれはダークアイ、術を得意としなくて、いろんなところからいろんなものです。ハグはエンジン、どうしたいのか、みんな語りかけろ。ハグはエンジンの神だ。僕も天族としてWe'll be right back.
うまでもないと思う。ところで百度っていい言葉ですよね。それはもう凄まじく参っている感じがするとか、百度だけで参る意味を含むところとか、この言葉を聞くたび人の素晴らしさを実感します。敵のことは言わなくていいの？ちょろいぜ。周囲を確認してくれ。近くに何かあるかもしれない。
の日記みたいだ。宝箱が近くにあるようだよ。ここにいるのね。
よろしく。有限残機演武両乱ブレイズスワーク。お任せください。やるね。で、スレイ、周囲を確認してくれ。心配はしていません。日記がなんでこんなとこに。意図を感じるね。
と行こうか。剣の木は戦狼が過信症だ。ハグはエンドル。驚くほどでもないだろう。Thank you.
近くに何かあるかもしれない。